どん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 タクオンボーイ。どうもタクオンボーイです。今日はですね、ぶどうに袋掛けをしていきたいと思います。よいしょ。おう、はい、じゃあ袋掛けやってみたいと思います。上に袋を入れて OK。 意外と簡単ですね。よし、やっていくぞ。まだまだいっぱいあるんでね、頑張ります。どこ行こうか。ここら辺はちょっと小さい、こういうあんまり小さいやつにはやらん方がいい。やっていい、いいの、こういうの。大きくなるんだ。じゃあなるなる、もうかけれるものがどんどんかけた、かけたものができるから。サル魂というか。なるほど、秋になるとね、サルたちが収穫の時期に食べに来るそうなんで、サルたちにいいものをあげないようにわざとね、袋を仕掛けて、猿たちにはみんなね、しょぼいものを与えるっていう、そういう人間の知恵をですね、猿に思い知らせてやりたいと思いますわ。疲れますね、やっぱ上向いて作業してると。まだできてないみたいなんですけど、ちょっと食べてみたいと思います。ああ、酸っぱ、酸っぱ、美味しい？めちゃくちゃ酸っぱい。まだ食べれないですね、やっぱり。出来上がりを待ちます。はい、ということでなんとかね、皆さんと一緒にぶどうの袋掛け、ここまでやってきました。いや、あとね、ここの塊をやったら終わりという感じなので、もう一踏ん張りで頑張っていきたいと思います。よいしょ。もったいないんですけど、こういう枝分かれしてる部分は切っちゃいます。これを摘果作業と言いますね。こういうちょっと大きいんですけど重なっちゃってるやつはこうやって切っちゃって、もったいないですけど捨てるんですよ。ラスト1個のぶどうです。ついにここまで来ました。じゃあ最後、温かい布団をかけてあげたいと思います。ちょっとラスト見えない。やばいやばい、何にも見えないな、これ。 OK、 できました。ぶどうの袋掛け終了しました。いやー、大変でしたね。これでね、あとは収穫時期が9月あたりらしいんでね、9月ぐらいになったらここに収穫に来て美味しいぶどうが食べれると思います。まあその前にね、猿たちが来るらしいんで、猿たちボコボコにして来たらもう全部ぶっ倒して僕が倒すんで任せてください。我が子のように袋掛けしたぶどう立派に育つんだぞ。ありがとう。